追いかけな。カビゴン早っ。フェザーボールって素早いポケモンや。素早いだろこいつ。お前は素早い、お前は素早い。どうもアルセウスのセナです。お？さっきの女、あれはムベさんの一物を食ってたよな。そういやユウガオさんガチ馬に乗って地中の宝を掘っていたっけな。あれは匂いに反応しているのかな。ガチグマは飛夏の匂いが青い反応で分かるようになったとアプリ思い出すな。というわけで、はい、アルセウスのセナです。グレンの七ミラバルカンにやってきております。ここで飛夏さんの悩みを解決するべく、リングマ元いい、ガチグマ元いい、ライドン三世に乗り込み、この青い印というか反応が出ているところに走っていけばいいってことなんじゃない？一回ここ渡っとく。いやー、ガチグマの肩幅早い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 。これ何も押してません。ナチュラルに走ってるだけ。あ、止まった。もうちょっとこっちかな。この奥っぽいんですけど、この第一どうやって乗っかるかって言われたらよくわかんなくて、こっち側からいけるかな、こっち側からいけるかな。取れないね。こっち側から登れたりしないのか。あ、破壊できそう、破壊できそう、破壊できそう。ガチマ、いけ！ライドン。ダメか。じゃあ、これ任せてください。これは僕たちの石つぶてくんが全て解決するんでしょ？この山々、あっ！これ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 。ほら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 。ほら、筋肉もりもり。筋肉もりもり。石つぶてくん。経験値も入るから。で、リングマもとい、ガチグマもとい、ライドン三世に乗り込み、赤！あ、弱くいる！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 絶対レアポケモンだろう。ぶつかっていこう、ぶつかっていこう。え？交尾してなかった今。いきますよ。よっしゃあ。いや、このなんかスカタンクみたいなやつがそばにいる。3体いる !3 体いる。もういい、石つぶてくん、危ないところやで。岩くんが24レベル。だいぶ見上げなきゃいけない。東京の空か。技使って、泥にまみれろよ。いけ、魚住。あ、強っ！あ、強っ！体当たり。またメスしかも、岩くん。来たー。狙い定まってない。素晴らしいですね。足とゴム。あた、あたたたたあた。毒は効かないはず。で、この石つぶてに向かって、道具投げたらいいんですけど、モンスターボールでいけるかな？モンスターボールで捕まえられるかな？これ、いやー、欲しいですね。ワクク、あー、捕まった。よし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 。ん？ちょ、待って待って待って、え？回復しに帰ろうと思ったら、え？これって日夏さんじゃない？絶対そうだ！雨降って困ってるんじゃないの？なんかセクシー。つやめきがかってるじゃん。あ、セナ、ガチグマは？助けてよ。うん。ありがとう。で、どうしてここに？ガチグマのオカメ、ケッケ、一物。一物の匂いをたどったのか？一物か。美味しかったし、ことぶき村は面白かったな。私はバチが当たったのか、ポケモンに追われ足をひねっちゃった。どこまでセクシーだったら気が済むんだ！いたいた、あなたが日夏だね。背負ってる葉っぱが一番役に立ってる瞬間。いや、あの、ユウガオさん、私、この通り謝りますよ。金剛の小娘と思いあしらっていたことを含めて、わしが悪かったね。申し訳ない。あれ関さん、だったらよ、事態を解決しねえとな。おいせな、日夏がこしらえた沈め玉、舞台の戦場まで運んでおくからよ。大丈夫ですからね。セナがドレディアを沈めてくれる。それで万事解決ですよ。セナ、あなたはドレディアのキング場である舞台の戦場に向かいなさいな。日夏はわしと相棒のビーダルでちゃんと連れて行きますからね。ああ、何なのだこの気持ちは。なんだこの沼。なんかシンク沼みたいな名前だったような気がしますけどね。カバルドンだったりとか。あ、ここから行ける？行けるかもしれない。ちらっとゴロンがもうすでに転がってきている。くー、あー、サイホーンもいる。
ちょ、もう初代のポケモンに目がないんだって。ほんと時空の歪みが発生しそうだって。なんかね、すごいドーム状の発生しない？ん？虹ができてる。わー綺麗。え、すげえ虹じゃね。え、あれ時空の歪みだったりしない？え、てかそうじゃね。これやっぱそうだよね。すごい。この雨の中虹かと思ったら、これ空間の歪み歪みらしいんですよ。ここに行くとなんか特殊なポケモンに出会えるとか出会えないとか、そんな話を聞いているとかいないとか。うわ、明らかに雰囲気が変わった。軸の歪みが発生した。え、本格的に始動したってこと？何か、雰囲気は確実に変わった。何これ、ラミエルみたいなやつが。太陽の石持ちきれないよ。ちょ、あのさ、あの道具なんか捨てたりできるんだな。あ、経験のなんか使ったりしようぜ。じゃあマグマラシとかに、ピロピロピロ、四角いのやつも MMMM マグマラシ、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 よし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 、30レベルに上がったよ。これ太陽の石とか手に入れとこう。カービィ、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 カービィ出てきたね、本当に。入ってきた、むしろ。うわ、うわ、危ない、危ない、危ない。ルクシオがまず飛び込んできて、カビコンが、なんか、すごい俊敏。あ、ポリゴン、どうしよう、マジでレアじゃん。ゲー、邪魔されねえ。ポリゴン。オスメスはありません。で、まあ、火炎車でしな、いや、なんかちょっと怖いね。肉びるわけじゃないが。いけ。どの程度いける？やけどとか。ああ。で、まあ、麻痺しましたが。スパーク、パパ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 。あ、これだったらさ、スパーク、ちょ、これ、石粒でぶん投げとけばいいんじゃない？これは名勝利僕。素晴らしい。で、ポケモン投げてみましょう。モンスターボール。これ、ポリゴンは間違いなくレアだと思うんだよ。アニメには一生登場しないと思うんだけど。いけ、頼む。水の中のモンスターボール、すごいドットガン。ポリゴン捕まえました。レアです。ええ、びっくりした。すげえヘラクレス。え、追いかけな。カビゴン、早っ！何こいつ、めっちゃ速い。いけ、捕まえるわけ。メスだといいな、オスだった。32レベルか、結構じゃない。いたたたたたた、もう囲まれてる。すごい囲まれてる。怖い、痛い、怖いよね。やられてもいいから、ヘラクレスぶっ飛ばしとくか。ちょっと、泥かけ効かないけど、じゃあちょっとカビゴンでいいかな。カビゴン泥かけだ。泥にまみれろよ。32レベルなんだけど、いけるかな。いけるはずだよ。頼む、素早い、ポケ。フェザーボールって素早いポケモンや。素早いだろこいつ。その風潮かき消していけ、カビゴン。お前は素早い。油断しているポケモンに当てると高い捕獲能力を発揮するヘビーボール。油断も何も寝ていますこいつは。いけるだろう。ダブ。いやー、くっそ。バンチキュースだ。ちょっとやめてよ。もう地ならしされたら終わりなんだから、もうモンスターポケモンを投げるほかない。やるしかないんだ。頼むってば。あー、もう無理。捕まえれないの？32レベルって無理なんですか？教えてくださいよね。ここに来てそんな技が。ちょっと時空の歪みの中、また再度挑戦する僕たち。クローゼ EV だ。違う、そっち違う、ムクマだ。当たっ、いいわちゃん、いっけ。
EV なんて何匹いてもいいからね。頼む頼む。ああ、もうこうでなくちゃ。 EV 行け。よそ見してたね。命取りだぜ。来いよ。ちょっと待って、いきなりブラッキーが出てきたわ。そんなことある？待て、フローゼルが早いんよ。フローゼルが早いんすよ。何これ、いた、誰？ちょ、アイテムが取れないよ。光の下、文字切れない。違う、S さん。星の砂だった。あ、これ使ったらどうとかな。これムクバードに使って、いいっすね。光の石ゲット。ブラッキーがいたよね今。ルクシオじゃないよ。ブラッキーどこ？え、あ、違う。ちょっと、ブラッキー。先ほど捕まえたポケモンはこんな感じになります。ポリゴン、やっぱり間違いなくレアポケモンだと思うんですが、とりあえずブイズたち、これをね、誰にゃん、まゴダックくん、ちょっといて。で、イワハクも石つぶてとかぶる。あ、これだ、光の石。あれ、イブちゃん使えない。どうやって上登って蹴るかな。わあ、でっけえ裁縫もいるわ。ここから滑るようにいけない？パラスだったりパラセクトだったりとか、まだ見ぬポケモンも見ていきたいけどね。さっきの時空の歪みでお腹いっぱい感はある。ここか。ここから登っていけそうだよ。ピョンと飛んで、お、ロゼリアがいる。かわいいね。ロズレイドだ。怖。あれ人間じゃね？肉襦袢じゃない？つく、もうちょっとで。ここら辺、あ、ここだ。いた、関さんだ。もし来たってことは準備万端だよな。うーん、もちろん。いける。やれる。もうドレディアっていうのは多分さ、あのミツハニーみたいなポケモンがいるんですけど、あれの進化形態じゃない？多分だけど。すごい女王蜂みたいなのが。パレーズオーバー。霧が濃い。え？あれ全然違うじゃん。蜂とかじゃないじゃん。何こいつ、進歩系。陶芸クイーン、ドレディア。音楽かっけー。まず開票しろっていう教えですよね。了解。Y ボタンの回避は無敵状態となってかわすことができます。了解。かわしていこうじゃない。来いよ、かかってこいよ。ゲットゥム。よいしょ。いいよ。音ゲーか。よし、かかと落としすんの。回避する。とぉ、おい、あっ、しまったね。ポケモンを投げて戦え。はい、いけ。多分ね、炎タイプのポケモン、明らかに末期っきな感じですけど、緑黄色野菜な感じですけど、炎が何がし。先手を取られましたが、火炎車でいけ。どうだろう。いった、沈め玉を当てるチャンス。倒したってわけじゃない。種マシンガンのごとく連打しよう。よっしゃ。こっちの番。ポケモンとトレーナー、力を合わせて。トレディア。もうちょっと。やれる。よーし。あれ？いった。静まりたまえ。おお、めっちゃもらえる。ありがたいね。
緑のプレートを受け取った。ありがとう。草タイプのポケモン。ありがとうな。ドレディアだけでなく、ヒナツを救ってくれてよ。ヒナツさん、ガチグマのことといい、ドレディアのことといい、あんたすごいな。やっぱりドレディアが荒ぶるのってふさわしくないや。デイデイ、え、どっこなの。ヒナツ、おめえ謝るべき人がいるだろ。え、いいのよ、気にしなくって。年端のいかない若い娘さんなら周りが見えなくなるなんてよくある話。すべての命は別の命と出会い何かを生み出す。全話一一は善か。隋の遺跡に残された言葉。デイデイ、デイデイ、いい話だったね。